マーク54は、アメリカ海軍が開発した標準的な12.75インチの対潜水艦溶端魚雷である。軽量ハイブリッド魚雷の略により、LHT とも呼ばれる。P-3 小回機のウェポンベイに搭載されたマーク十四マーク54は、レーセオンインテグレーテッドディフェンスシステムズと、アメリカ海軍のアメリカ海軍、軽量ハイブリッド魚雷計画で、 既存のマーク50とマーク46の問題へ対処するために共同開発されたアメリカ海軍は対潜水艦用の軽量単魚雷として1960年代よりマーク46を用い1990年代より新型高性能のマーク50に更新する予定であったしかし冷戦の終結に伴い ソ連海軍の潜水艦が主要な仮想的でなくなったこと、並びにマーク50が高性能ではあるが効果となってしまったことにより新たに安価な軽量単魚雷を必要とするようになった。また、アメリカ海軍はマーク50が対象とした深深度に先行する潜水艦よりも先進度における潜水艦を主要な脅威とみなすようになり、 マーク50が採用していた効果、複雑な新震度向けの機関は必要性が薄れた。その一方でマーク46は将来運用を想定した海岸線付近での性能が劣っていた。先進度向けならばマーク46の機関でも安価で十分な性能を持つことからマーク46の機関とマーク50のソナー誘導装置を含む 新型弾頭を組み合わせた魚雷を開発することが検討され、1993年より軽量ハイブリッド魚雷として研究が開始された。1995年より本格的な開発が開始され、1999年7月から試験が開始され、1999年11月に設計が完成した。2003年4月に冷静音は単独受注し、 2004年10月より量産が開始されている。マーク54はマーク32単魚雷発射管やアスロックシステムなどと同様に航空機から発射可能である。価格低下に注意を払っており、電子部品に民生企画品を利用することも行っている。対戦哨戒機、ヘリコプターに搭載するのみならず、2010年からは垂直発射型アスロックの弾頭としての運用も、 開始されている。マーク54に航空機からの高高度、長距離投下能力を付与させる高高度対戦兵器能力と呼ばれる滑空機材の開発も2013年より行われている。アメリカ海軍のみならず、オーストラリア海軍も2010年に対外優勝軍事援助を通してマーク46の後継として訓練機材も含めに100発を購入することを 明らかにしている。インド海軍は p 8アイネプチューンの配備とともにマーク5 4を購入している。カナダ海軍は2019年に既存のマーク4 6ド5 a をマーク5 4規格にアップグレードすることが米国防総省安全保障局によって承認されている。ありがとうございます。